鶴木君は部屋へ。はい。奥月に眠る異能者は戦闘で無残に散った者や、その力を悪用した反逆者たちだ。この世に未練や恨みを残し、死してなお強靭な力を保ってる。つまりこの虫は成仏できてない異能者の一部。手のおっしゃる通りだ。いずれ程度にも虫が現れると典型を得られていた。この虫が偶然流出したとは思えません。我々は何者かが奥月を暴いたと考えています。ああ、故意に封印が破られ、あまたの虫が解き放たれてしまった。宮内省好きの部隊と術者が回収に当たってるが、犯人の目星も未だついてない。民衆の混乱を避けるため内密に事態を収めたいが、我々だけでは手が足りない。承知しました。帝都内に出現した虫に関しては対特殊部隊が対処いたします。失礼いたします。鶴木貿易の鶴木君だ。古くからの貿易会社だが、裏では諸々の連絡役をやってくれててね。民間人の彼なら組織の隔たりなく自由に動けるし、情報収集もできる。鶴木新と申します。異能は持ち合わせてないが、その年で社長になった男だ。その交渉術、折衝力は有益な橋渡しとなろう。ご検討を祈ります、工藤隊長。ありがとうございます。お帰りなさいませ。あの、今朝方は申し訳ございませんでした。旦那様の立場であれば信用できない者の料理を口にできるはずもないと防げた真似をいたしました。まるで私が謝罪を強要しているようで。とんでもございません。私が至らなかったのです。古着とも呼べぬ粗末な着物に赤切れだらけの手、とても名家の令嬢とは思えない。いよいよ本格的におかしな娘が来てしまった。夕食の前に風呂に入る。申し訳ございません。お湯の準備が。いい、私以外には無理だ。西森家は風を操る農家系だったな。はい。ならばこういう風呂は初めてだろう。異能でしか犯せない仕組みだ。昨日のお風呂も旦那様が。お礼もせず申し訳ございません。今の謝罪するところではない。なぜ息をするように謝る。謝るな。謝罪をしすぎると軽くなる。今朝の件は警戒したに過ぎない。明日も作ってくれ。
無論毒を盛る気ならただじゃ済まない。薬草が入っている。毎日入れろ。かしこまりました。整ったら呼べ。サイモリの娘という時点で旦那様は私に異能があると思っているだろう。私は旦那様にふさわしくない。異能もないと知ったらすぐに旦那様に追い出されるだろう。かやがね、元気の才を発言したの。かや、鬼を見て怖かったのよね。ご両親ともに異能持ちだったのもかわいそうね。異能もないくせに、異能もないくせに、異能もないくせに。今までは自分で用意しない限り、失礼しますよ、私の食事はなかった。ああ、いい天気ね。その日その日を生きるためだけにしてきたこと、旦那様の口に合わないかもしれない。いただきます。いただきます。いただきます。うまいな。ユリエナとは少し味付けが違う。悪くない。なぜここで泣くんだ。申し訳ありません。だから謝るな。誰かにお料理を褒められたのは初めてね。嬉しくて